衛星写真アッケシ湖は、北海道アッケシ郡アッケシ町にある湖で、アッケシ道立自然公園に含まれる。あっけし島、霊沼とも呼ばれたことがある。北海道東部に位置する。北から伸びる差しによって、アッケシ湾と隔てられた海跡湖で、湖と湾の境にあたる水路には、アッケシ大橋がかかっている。潮の緩慢による海水の流出入が大きく、湖水の塩分濃度は高い。 実質的には海湾であると言ってもよく、漁業法上でも海面として扱われている。西部にはキの殻が堆積してできたキ島が点在し、かつてはアッケシソウなどの遠征植物が繁茂していた。しかしこれらの島は地盤沈下により干潮時にようやく水面上に顔を出す程度になり、植物群落も衰退している。大白の大規模な越冬地で10月から4月に、 かけてその姿が見られる。ピークの12月頃には5000は程度が飛来し、2000は程度がここで越冬する。その他にも、ガンカモ類の虎市、単調の生息地となっており、1993年、別館変牛出現とキリタップ出現とともに、国指定あっけし、別館変牛、キリタップ超重保護区に指定された。加えて、同年に、別館変牛出現とともに、 ラムサール条約湿地として登録された。湖内では、カキの養殖が盛んである。古くから、アイヌ民族が天然カキを食用に採集していたが、1874年に干したカキを移出する産業が起こった。主に、新国に向けて輸出され、1879年には、開拓市のカキ缶詰製造所が建てられた。しかし乱獲によって枯渇し、 採取が制限されるようになった。1930年頃からは宮城県から違いを買い入れて養殖している。1999年に設立された町立の柿種苗センターを中心に妖精から柿を育てるシングルシード方式も行われている。柿は夏の放卵期には鮮度が落ちやすいため食用に適さないとされるが、ここでは水温の低さを生かし、 放卵期を遅らせることで夏場も出荷している。他には海苔の養殖も行われている。ありがとうございます。